ミニマップ早く出て。こっちか。ここ。ゲット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 。ほら、どんどん仲間を集めちゃおう。の柵をね集めて町のでかくねこのドラッキーでかいよね。よろしく。キャベツのダメラージドラッキーか。だいぶ奥だな。キーン。超危ない。飛び込むところだった。あ、洞窟だ。よし。これから洞窟に入ります。結構敵いるな。回復アイテムがキャベツしかない。いやうまい。明かりはいらなさそうだ。おい、なんだあいつらは。悪しき大ネズミが綺麗な土を作っていると情報が入った。この地で物を作るなど許さんぞ。ちょっと体が勝手にうねうねしただけで悪気があったわけじゃないんですよ。黙れ、物を作って破壊をしないとは言語道断じゃ。キどうした人間たち、我らは今ものづくりに手を染める悪しき大ミミズを粛清中なのじゃ。ありがたいお説教は後でみっちりしてやろう。お前たち粛清を手伝いなさい。ミミー、そこの人間じゃ、助けてよ。おい、どっちにつく、ミミズか骸骨か。お前たちまさか教団に逆らう気ではあるまいな。ならば仕方がない、お前たちも粛清対象じゃ。粛清粛清粛清じゃ。ルルルルルルル。タッタラタン。なんか魔法、シャドウじゃないですか、ラリフォーだな。来いよ。ああ。自ら眠りに行ったな今。フィニッシュ。ドリューン。ああお前。いねえなって思ったら潜ってたのかよ。ミミン、ありがとう。僕いじめるハーゴン教団の連中をやっつけてくれたんだね。おめえ麦わらのルフィか。それでいて君たちはビルダー、新しい大事を育てるために土をきれいにする一族を探してるって。僕大事の息吹感じて方々のうねうねを探してたんだ。これ運命ってやつかも。僕たち大水こそ腐った土をきれいにできる一族なんだ。僕がその最後の生き残りだよ。とミミズってさ、体半分にちぎると再生するんだっけ。2匹に増やせねえか。怖いことを考えてしまったね。僕ミミズ、中山津大樹のある場所に僕を連れてってよ。連れてくるようになる。トレバースかな。この土はきれいな土か。土、やった土だ土だ。でもこんなんしなくてももう綺麗になるんだったら何の問題もない気がするけど。土じゃ、この土買ってえな。いやー大量じゃ。土ゲット。多分植え替えなくてもこいつが綺麗にしてくれるんだろうけどね。まあまあ一応ゲットしていこう。なんかレアそうなアイテムも特にないし、ここから出れる。やっべ、夜が来るぞ。急いで帰るんじゃ。いや、むしろデスルーラという手も。
ト？絶対マップ。ワープ先リスト。おお、思ったより広い。船。え？便利すぎませんかね、これ。あ、歩いて帰らなくていいんだ。よし。じゃあ、朝ね、朝。明るくなってからでいいでしょう。ほーら、明るくなったろ。じゃあ僕も寝ます。ふう、寝るだけでね、ハート出てくるんだけど、ずっと寝てたらクリアできんじゃね。実ったっすね、仲間に入れて。すごいや、昼夜の農園なんだ、大地の若木か。いやこやつは大ミミズ、何をしておる指導、早く駆除せんか。駆除対象、おそらくこの大ミミズが土をきれいにする一族の末裔じゃ。いい大ミミズよ、お前もここで畑作りを手伝うのじゃ、さもなくば命はない。ミミミミ、脅迫だ、僕怖い、粛清されちゃう。大丈夫だ、お水、こいつおかしなことしようとしたら俺がぶっ倒してやるからよ。ん、ミミミ、わかった、僕どうしても昼夜と大樹を育てたい。改めてよろしく、僕今日からここに住む、ここで腐った土をきれいにするよ。なんと大ミミズが仲間に加わったね。まあ大事な大事な職種要員が加わってくれたぞ。達成。すごいじゃん。ああ、潜っていった。おお、何を育てよう。ビルだよ、3つのお題をこなすのじゃっと。さあ、小麦がどれぐらい取れるんだ。ほらほらほら、キャベツも小麦おいしそう。もっと料理をいっぱいできんのかな。さっき全部食べちゃったんだよな。やったじゃん、土をきれいにするお水と友達になれたねっと。うねうねに懐かれるなんて、魔物に好かれる才能でもあるんじゃねえのか。おお。どっちかというと柊也と情報通のオオネズミのおかげ、私は何もしてないしって理由わかんないけど、この島のオオネズミとリリパッドもうワンでも仲良かったよね。どっかで見つけたら話聞いてみるといいかも。さあ、とりあえずね、麦を、てか早く直せ。僕オネズミ族はこの島でずっと健康な土を作ってきたんだ。健康な土と鮮やかな緑で島がいっぱいになるところを見てみたいなと。腐った土を健康な土に変えていくねって。どこ土にすればいいの。かかしが立ってる場所だね。よし、やってやる。綺麗な土に変えるよ。おお、綺麗綺麗、ゴー綺麗綺麗。そんな色まで変わって、拍手が鳴り止まない。すごい異常なーし。ある意味これが異常だわ。すげえな、おめえ。ミミン、どうかなーと。どうした？すごいです。農園の中に健康な土がたくさん。ミミズンさん、私本当に嬉しいです。我が輩ババングの実が現れてから、農園の土が全て腐り、わずかに育った作物も枯れ、もうダメかと。なんだよ、お前たち泣いてるのかよ。土ができたぐらいで大げさだな。俺たちずっと腐った土に囲まれて生きてきたんす。だから嬉しくて、喜んでくれて僕も嬉しいよと。カカシがある場所を健康な土に変えていくねと。この時のために種をいくつか探しておいた。大きくなった畑で育てていくのじゃっと。キャベツばっかりじゃのう、小麦もじゃ。達成じゃ。さあ、健康な土の匂い、なんて素敵なんでしょうかと。もっと畑を広げたくなりましたと。ジバコさんに聞いたんですけど、
北西の黄色い丘を越えた先に古い農園の跡地が。お、新しい種をゲットしてこいだぞ。やったね。ここ綺麗にしようとりあえず、ここかな中央。カカシオと袋と袋と箱は別なんだ。別にじゃあ箱の存在価値ないよね。うん、袋5ページ持ち歩けるんならあんまり箱の存在価値が見当たらんのだけど。ここかな、ど真ん中。聖地聖地。土持って帰ってくる人なかったね。ね、さすがにここまで来たらここはすっきり帰ってきたいかな。まあ壊れちゃった。ここは畑にしよう。で、土を置きます。よし、耕すのじゃ、もっと耕すのじゃ。じゃあこっちを小麦畑にしようかな。まだね、アイテム整理が慣れない。全然アイテム整理が慣れない。しまう。上。ガガシ。足を置いて早く耕してほしいんだけど。ここを作業部屋にしようかな。回復薬。雨が降ってきた。このゲーム基本屋根ねえからな。畑の拡張達成じゃ。うきゃー、やりました。ついに50マスの畑が。モンドーラにはかつて5種類の作物が育てられていた。小麦、キャベツ、他は。見てください、大地の様子が。おお。ね、ロランドじゃねえや、ホランド、違う、2は違うね。あいつの股間が光ってるように見える。さらに怖い死骸が出てきた。破壊の欲求を抑え込むのに苦労する。まだ楽園のことをおっしゃってますよ。本当に大丈夫なんですかこの人。今日見て気が変わった。木だけにな。黙れ、無駄口は許さん。次のお題をこなすのじゃ。とりあえず農園跡地に行くしかない。でぞ、お前らはここ耕せ。こっちを。あの小麦とキャベツ分かりやすいように分離したいんだけど、ここのほら開拓が終わってないから向こうを掘ってくれないんだよ。アイテム欄、こんなものいらんのじゃ。枯れ草もいらんのじゃ。キャベツはいるのじゃ。種まき用。小麦がやっぱ全然足りないね。キャベツ料理。いや、
警備もいいけどさ、することないんだったら普段は農業をしとってほしいよね。まあキャベツはこっちでいいよね。これ水やりいらないんじゃね。何？仕事来たぞ。仕事、魔物だ。よし、柵作っといてよかった。ご飯食べたい、ご飯食べたい。ジギジドラキーもいるぞ。柵作っといてよかった。よし、お仕事、初めてのお仕事。地が増えて畑も広がっていい感じじゃん。野菜を狙ってやけに魔物が多いんだ。衛兵の私としてはマジ見過ごせないって感じっと。強い武器ちょうだいねっと。石の剣を作って、そもう終わってるよ。マジヤバマジヤバって。こんな武器なら破壊活動がはかどるって思っちゃったけど、やめやめって。破壊神様がどんなやつなんだ、名前はなんつうんだ。知るわけねえじゃん。破壊神様の名前知ってるなんてハーゴン様くらいなんじゃね。マジハーゴンさんは生きてんの。どこで何してるんだっけ。いつか戦ったりなんかりしちゃってみたいな。よいじゃん。いや先に作っといてよかったよかった。で俺今何してたんだっけ。キャベツ、キャベツの種をまいて。料理する焼き小麦何になるのこれ。広さまだ大き、もうちょっと大きくするとレベル上がりそうだな。よし、じゃあオブジェを増やそう。どうだい、変わらない。もうちょっと大きくしてみる。ハンマーにしても汚ねえ兵だな。パンになった。小麦をたぎりで焼いたらパンになるんだ。パンを初めて作った。ほい、もうまだ暗くなってないけど寝るの早くない？まあ脱出用の階段を。よし、
匠の技だったらさ、ここ収納スペースにするよね、階段の下。よし、オッケー。シド、明日から新しい場所に向かうぞ。よく寝た。おはよう。北西の、農園跡地ですよ。よし、向かうか。マップ。北は、こっち。さあ、シド、行く前に一旦セーブだ。